駅伝、新しい歴史を告げる号砲が響く中、学生たちが日比谷通りに飛び出しました。強い篠原、篠原強い、新春のその日差しを、さあトップで今大迫から平賀に襷が渡りました。強い駒澤、先頭は譲らない、今トップで襷リレー、鈴木芽吹スタートをしていきました。青山学院大学の黒田朝日が創価大学のムチエリの横目に今並びました。なんと出ました、前に出ました、イエゴン・ヴィンセントが一気に抜き去りまして、最後のこの上り、苦しい上りで前に出たのは相澤晃です。芽吹きの訪れ、圧倒的強さ、駒澤大学トップで襷リレー。黒田朝日2年生から太田葵3年生、フレッシュグリーン、青山学院大学の襷をつながりました。今青山学院の1年生の太田が出ました。初めて出ました。反則ついていけないか、日本人エース東京国際、反則ついていけない、一気に抜くのか。ちらっと驚いたように鈴木芽吹が太田を呼びました。逆転しました。太田が横についた、出るか、出た、首位交代、太田葵が初めて前に出ました。佐藤圭太ついていけるか。帝京の遠藤大地です。4年間よく頑張ったと、願いを叶えるのはどちらか。まず先頭でやってきたのはフレッシュグリーンの襷、太田葵です。箱根駅伝の主役は俺たちだ。王座奪還へ、青山学院トップで襷リレー。4年間の思いを込めて解消しようぜ。そう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 。同期のキャプテン式はこの箱根路を走れませんでした。走った佐藤一世、雨の箱根路、別れを告げます。さあ今並んだ、並んで順天堂が前に出ました。3位に浮上、ここで前に出ました。順天堂大学の今井雅人が今一歩前に出ました、前に出ました。今山の神ここに降臨、その名は今井雅人。負けてたまるか大作戦、王者駒澤にも自分自身にも負けなかった青山学院。やっぱり青山学院強かった。王者は譲らない。譲ってたまるか。100回大会、青山学院大学2年ぶり6回目の往路優勝。5時間18分14秒、往路新記録。そして若林も区間新記録達成です。今先頭青山学院大学がスタートしていきました。野村明夢が入ってきた。鹿児島出身同士の襷リレーになる。手を挙げた4年生の山内健人、今トップで青山学院襷リレナンバーですね、無意識な中でも左手で脇腹を押さえている。そして徳本が沿道を交換、センターで成田監督が今、今止めた。法政大学リタイア。徳本監督からありがとうとその言葉がかけられました。
大学は33年ぶりの優勝を決めた時、最後の1枚の切符をつかみました。その時に原監督は夢が叶ったと笑っていた。困難に立ち向かい夢を叶えた涙歓喜の瞬間、戦争も今日